はい、田中90です。お前ら盾壊せうるせえんで、これから盾壊すわということで今回やっていきます。で、今回動画のネタにするのはファーロっすね。というのもこいつ、まあアップデートで一応射程距離がね若干上がったんですよ。で、今回それについてまあ触れるよりもなんかね、スタンガンが復活したらしいんですよね。というのもこのファーロにはこのスタンガンがあるんですけど、これなんかね、爆で使えなかったっぽいんですよね、なんかずっとでもなんかサイレント修正されて復活したらしいんですよ。なんでこれ近距離一撃なんで、書いていいか、近距離一撃の武器復活で、カスタマイズはね、それについて教えてくれた人のカスタマイズにしました。で、装備はこんな感じでやっていきます。どうぞ。その前にこれね、クイックナイフを、まあ、使うのが求められてるんで、ここの設定オンにしておきましょう。自分なんかオフになったわ。で、これがおそらくクイックナイフなんで、これ見えてるかな。これを射撃のボタンと重ね合わせると、これで準備 OK。 どうぞ。さて、狩るか。ファーローね、でもね、記憶上だとね、なんか他の実況者の人に最弱武器って言われた記憶あるんだよな。まあこのバグがね、このバグがほら治ってること知らない可能性もある。このバグがもしかしたらほら治ったことによって評価が580度ぐらい変わったんじゃないかな、ということでやっていく。そのアタッチメント使ってる以上 OK。 このスタンガンチャレンジ、このスタンガンチャレンジしたい。スタンガンチャレンジしてんだよな。スタンガンチャレンジ、盾壊せ多いけど、今回盾なさそうっすね、そもそも。うるせえんだよな、盾壊せ星人どもがよ。盾壊せ、ドドルーン、こいつドドルーンみたいな。男は盾、オッケー。おー、治ってる、ほんとだ。男は盾壊すよりスタンガンぶっ放しろがかっこいいからね。オッケー、これ死ぬ。勝つの強くね、当たり前か。オッケー。おー、スタンガンじゃない、違う、普通に撃った気もしなくもないけど、ここでしょ、スタンガンポイントはここですよ。お願い、横から撃つとかそういうこすいことしないで。 OK。 おーい、え、おもんなさすぎでしょ。スタンガンで5キルぐらいしてくれよ。いや、おもんな。アナイアレーター使うとかかすかってめえは。俺が使うアナイアレーター、綺麗なアナイアレーター。お前が使うアナイアレーター、もうどぎたね、もうドブコのアナイアレーターよ。次今日行くか。これ多分下にスタン拠点入るのが一番スタンガンチャレンジできるんだよな。 OK、 やっての、まあやっぱ火力はやっぱね、まあなんだかんだあれっすね、意外と。まあしょぼ、これスタンガンチャレンジじゃない、これ。近距離一撃で死ぬっていう幻のアタッチメントのチャンス。ねえ、はい、もっと広くていいだろう。バグ治ったんだからさ、いや、これバグ治ったんだからさ、もっと派手にしてくれよ。 OK、 少しでも入れば相手に圧入るっしょ、これ。これ OK。 いやー、これスタンガンしてほしいわ。相手やっぱキルリン、これはスタンガンチャレンジじゃない。これ誰も来ねえ、スタンガンにビビってんね。早っ、5分で終わったわ。本物、ちょっと今回多分キルで取れないと思うんで、ちょっと偽物ですね。今回偽物ということで、これはこれ奪って後ろから行くわ。オッケー、これやって、これは、いや、なんでこっち見てんだよマジで。なんでこっち見てんの。スタンガンチャレンジだと思ったらさ、スタンガン使えないよこれ。開いた、これやって。まあ普通スタンガンね、殺せる範囲はね、実は一撃で殺せちゃうん、普通にワンバースとかツーバースで殺せるんで、撃った方が早いって致命的なね欠点があるんですよね。フェネックいかれてるよな。フェネックさ、世界大会でもさ、世界大会ってなんかプロゲーマーの大会でも使用率高いんだから、弱体化した方がいいよ。あ、これ無理っすね、これ無理っす。ちょっと物理的に頭抜けないんで次今日行きます。このマップ削除されてねえんだ。俺消えたと思った、クソマップ。何やってんの、何やってんのこの2人。でも驚いちゃったよ。しかもあの距離でスタンガン発動しねえのかよ。オッケー、やべえ、スタンガンチャレンジできねえこれ。スタンガン、いや、スタンガンね、近くじゃないと発動しないんだって。発動しねえんだけど、スタンガン。めっちゃ狙わなきゃダメだね、本当に狙わなきゃダメ。スタンガンガチで至近距離まで行かないと発動しないから、そもそも。
ここですね、スタンガンチャレンジは。オッケー。ここじゃない？スタンガンチャレンジするならば。ここですね、完全に。スタチャレ、スタチャレ。スタンガンチャレンジね、略称。いや、来てくんないとスタンガンチャレンジできねえんだわ。オッケー。オッケー。スタンガン、いや、スタンガンチャレンジが。スタンガンのさ、今見て、スタンガンの表示を見ちゃったんだよね、今。スタンガン表示見て、スタンガンできるかなって見てからスタンガン撃とうとしたから。実際これのが強い。オッケー。普通に撃った方が強いってよね。一番の弱点っすね。うわー、待って、これ、もう味方強すぎるだろ、今回。なんだこのゲーム。このゲーム、このハーポマジであるあるなんだよな。圧倒的に味方が強いか。圧倒的に負けてるか。おー待って、いやー、なんでこういう時スタンガンなんだよ。こういう時じゃねえんだわ。星待って、オッケー。これスタンガン、いや、これスタチャレ、スタチャレできるんじゃね。これスタチャレできるんじゃね。これスタチャレできるんじゃね。おー、オッケー。やって、スタンガン必要なところは、スタンガンの弱点はスタンガン使わない方が強いってところですかね。てか意外とあれじゃん、接戦じゃん。これボロ勝ちしてんかと思ったら、スタチャレのせいで負けたって言われかねねえな、このままいくと。ここ取ってもね、次今日いくか。スタンガンチャレンジのおかげで、いつも見てます、ありがとうございます。スタンガンチャレンジ今してるんで、ぜひともスタンガンの犠牲になってくれ。でも絶対これ動画化するよ、正直。スタンガンチャレンジだからね。スタンガン一回決まったら動画化すね。これ絶対スタンガンチャレンジできないよ。うわ、後ろから撃たれてる。これ絶対スタンガンチャレンジ、後ろ湧いてる。いや、今の距離スタンガン出たのか。いや、スタンガン意外と出るの範囲長そうに見えて、短そうに見えて、短えな。ここだと思うんだよね、スタンガン。いやー、やめてくれ、インキャレーザーは。オッケー、これどこだ。いやー、今届いてない。今届いたでしょ。今届いてないの、スタンガン。スタンガン届かなかったか、今。俺の思いが届かんかった。いや、マジでスタンガン撃つよりか、普通に撃った方が早い。普通に撃った方が早いっていう皮肉や。皮肉だ、すみません。今、関西弁出ましたけど、僕、関西人じゃないです。これで、スタンガン、バグ直ったんだからね、もっと。こいつらスタンガンを怯えてるね、完全に。スタンガンの距離、近づかれたら負けるって分かってんだろうね。いや、1位じゃねえか、俺。スタンめっちゃ貢献してるじゃん、これ。これ、いや、降りてこないかな。スタンガン、スタン、タブレよ。スタンガン、スタンガン、スタンガン、スタンガン。いやー、マジです。今の距離スタンガン出ねえのか。出ろよ。これバグだろ、もはや。まあ、あともうちょっとで勝ちだから、ね、正直。OK、任してほしい。スタンガン。これはスタンガンチャレンジ。OK。これは、スタンガンチャレンジ。いけるんじゃない？いや、アナイアレーターチャレンジだな、勝つためには。アナイアレータスは。OK、やって、やん。やっぱ穴井ゲーだな、このゲーム。穴井を育むゲームって言われてるからね。いや、これ終わっちゃう。これ多分終わるんじゃねえの、そろそろ。ここ !OK! 今、スタンガンが世界救ったくね ?OK? いや、スタンガンが世界救ったんじゃねえのか、これ。次今日いや、これ負けんの？いや、これめっちゃこの試合、いい試合なんだけど。OK? いや、スタンガン出ねえのかよ、これ。スタンガン、スタンガン、スタンガン。これで投げて、いや、こっちだな、これ絶対スタンガン関係ねえわ。これ絶対スタンガン関係、スタンガンか、え、これ脇ハサミ。うわー、これ相手より脇じゃん。最後の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 最後で、いけるいけるいける、お前ら勝て、お前ら勝て、 CBR 放出していいぞ。 OK、 OK、 すごい、何も最後スタンガン関係ない。いや、でもファロー強いからいいか。 OK、 いや、いけるいけるいけるか。穴やれた出せ、穴やれた、みんな出せ、穴やれた出せ。最後3人やったらいけるだろ、これ。いけるだろ、これ。ナイス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 、激アツじゃん、これ。いや、相手脇めっちゃ有利すぎるだろ。どんだけ近くで湧いてんだ、これ。だって。なんでそんな有利脇すんの、相手。え、ずるくね。え、なんで俺らゴミ。おー、来た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 。脇、脇来たよ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 。オッケー。だって。いや、これまずいね。まずい、やばい、まずい、まずい、これ。いや、殺しちゃったらまずいんじゃない、これ、相手。いや、これね、いける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 、間に合う。これ最後絶対相手息子いたわ、返したの。あまりにも脇が揺りすぎる。あいつ、相手の脇揺りすぎなかった、今。え、だって拠点で湧いたよね、最後。いや、返したの息子いたね。
ということで、ファーロのスタンガンはね、あんま強くないですが、意外と本体はね、まあなんとかなるんじゃないでしょうか。ということで、お疲れ様でした、オッツ。でもさ、これ多分さ、バグってたってことはさ、結構特殊なさ、プログラミングしてくれてると思うんだよね、運営が。だったらもう少し強くしておくね。もったいなくね、なんか。